綿田屋別荘は、佐賀県嬉野市に本社を送る官業を営む企業、並びに、温泉旅館の名称。佐賀県嬉野温泉の老舗温泉旅館。嬉野川を挟む3万坪の敷地に、黒川気象設計の、タワー館や江戸時代の長崎街道を再現した、花鳥園、小露天風呂付きの部屋を備えた、宮城館、和室、温泉号、和風建築。 水明荘の五つの棟で構成されている。敷地内にはウェディングハウス、ザ・コットンクラブもある。旧長崎街道の商店街に面しており、江戸時代には薩摩藩の御用宿となっていた歴史がある。その歴史的由来を活かすため、薩摩藩の家門が社章として定められた。昭和天皇が宿泊した水明荘の特別貴品室、先進、皇太子のある人親王。 秋篠宮文人新能が宿泊したタワー館、ロイヤルスイートルームがある。前述の特別機品室、先進は、第20期竜王戦七番勝負第4局の会場としても使用された。1950年開業当時のキャッチフレーズは、日本に名所がまた一つ、嬉野湖畔の別天地で、創業者の小原加藤寺が考案した。また開業に際し、 関西伊勢の西日本各地に、セスナ機で200万枚の空中宣伝ビラを散布し、旅は、九州へ、九州へお越しの不死は、嬉野温泉へ、は、他屋別荘の宣伝文句で、嬉野温泉の名を一躍全国区へと押し上げた。2008年9月、宮崎市沈田郎で廃業から15年以上、放置されていた立花ホテルの跡地につき、再開発を行う事業者に決定した。 2009年12月より解体工事が始まり、2010年6月に完了した。跡地には新たにホテルが建設される予定であったが、2012年5月に宮崎市は、和田谷別総が設立した事業会社が撤退を決めたと発表し、再開発計画は白紙となった。事業会社と土地を管理する宮崎市、折湯ザコ財産区との間では、事業会社側から、 撤去費用の損害賠償を求める訴訟が、財産区の側からは、土地賃料の支払いと明け渡しを求める訴訟がそれぞれ、宮崎地方裁判所に起こされた。土地明け渡しについては2012年11月28日に、両者の間で和解が成立。損害賠償訴訟については2014年3月28日に、宮崎地裁は、事業会社の請求を棄却し、 事業会社側は構想断念した。ありがとうございます。